はい、全国皆さん、ピッピッピッ、最近塾屋さんの挨拶にハマってるにゃんた先生です。今回ですね、僕東京の方に来てるんですけど、で今ちょっと渋谷にいます。で今日はスペシャルゲストをお呼びしております。早速呼んでいいですか。この方です。じゃん、皆様こんにちは、こんばんは。鳥人間のホスでございます。本日はありがとうございます、にゃんたさん。素敵なお土産、こちらですよ。はい、本日紹介しますのはこちらの商品、はい、熊本ジュアジーガレットでございますね。はい、見えますでしょうか。はい、もうね、グダグダ。これですね、これがね、阿蘇ジュアジー牛乳とね、天草の塩を使用してね、非常にね、美味しいねガレットなんですよ。後で食べます。ありがとうございます。商品紹介だったんですね。いやーね、それにね、こうチーズはサラダと、はい、カルボナーラと肉をね、もらうっていうね、もう本当にありがとうございます。もう本当に美味しくいただきました。いやいや、良かったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、今日はですね、はい、大輔さんにすごい聞きたいことがあって、ちょっと動画撮らせてもらってるんですけど、何でも聞いてください。もう答えるものと答えないものがありますんで、もうバンバン投げてください。これですね、僕ずっと気になってたんですけど、はい、YouTube を始めたきっかけですか。Y のね、なんだろう、しんちゃんの方の2本目ぐらいで自己紹介でなんとなく語ってるんですけど、うん、まず、うん、どっから遡ればいいんだろう。でも一応正社員やってたことがあったんですよ。正社員、なんか飲食業みたいな感じだったんですけど、でまあやってて、まあ、半年とちょっとぐらい、まあ、1年経たないぐらいかな、やってて、まあ別に頑張れば続けられたんですけど、いやもうこの生活じいさんになるまで続けるよみたいな、大丈夫これみたいな感じになった時に、シチューやばいぞと、これはダメだってなった時に、でたまたま遅早ってか、もう締めまでやって、次開店業務で帰れない日があったんですよ。で仕方ないから、もうすぐ近くのネカフェに泊まったんですね。でそこで見つけたっていうか、前々から気になってたんですけど、電波教師って漫画があるんですよ。なんか聞いたことある。ありがとうございます。なんか聞いたことある。あれはもう読んどいてください。ちょっともう死ぬまでに読んどいていただきたいですね。なんならもう次寝るまでに読んどいてもらえて、あ、皆さんちょっと単行本買ってください。1、2、3巻買っておけば大丈夫なんで、買ってください。もうぜひお願いします。お願いします。電波教師ってやつ読んで、前々から気になってたんですけどね、実際読んだことがなくて、まあパラパラと読むじゃないですか。で、まあ1巻を読み、2巻を読み、3巻を読み、もうね、あ、仕事やめよって。漫画の影響でかいな。もう仕事やめようって言って、次の日職場行って、あ、すみません、もう来月でやめます。すごい、まあ、ちょっとね、頭飛んだやつです。でもこんな髪の色にしちゃって、もうダメですよ、こんな大人になっちゃう。なんですけど、若い若い若い、こんな大人になっちゃうんです。で、まあ、やめて、じゃあどうするっぺってなった時に、うん、じゃあ YouTuber になるかと。YouTuber になろうって。なるほど。なろって言って、なんかアルバイト生活を始め、カメラを買い、パソコン買い、なんか初心者用の動画ソフトを買い、なんか YouTuber として、なんかそうですね、自らを売り物にしていこうじゃないかという、そうですね、そういう感じの楽しい人生を歩みたいなというところで始まりましたかね。ああ、なるほど。そうですね、もうちょい長尺でなんかね、詳しく気になる方はちょっとそっちの僕の動画で、つまらない話が結構長尺で載ってるんで、よかったらそっちも見てください。概要欄にリンク載せておきますんで、ぜひお願いします。ありがとうございます。じゃあ2点目、2点目いきましょう。2点目は、じゃあこれからその YouTuber でずっと食べていきたい、YouTuber 食べていきたいか、まあもちろんそうですね、食べていきたいんですけど、現状できるかっつったらできなくねっていうところまで来てて、わかんないです。なんかまあまあいろいろ頑張っちゃいるんですけど、まあ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 って感じですよ。まあまあって感じですよ。他にグループとかで組めたら、まあできることも広がっていくし、まあやりたいなって思ってたことが、まあちゃんと人数揃うことによってできることとかも結構多いと思うんで、まあその環境が整ったり人が揃ったりっていうことがあれば、まあYouTube 一本での可能性も見えてくるんですけど、現状俺一人でできるかっつったら、まあ多分できないって感じになってて、まあだから今ちょっとまあビジネス関係の人とちょっとなんかちょっかい出しつつ感じたりするんですけど、まあだから他のお金を手に入れる軸を持ちつつ、まあ YouTube の動画の投資するのも、だからそっちで稼いだお金を YouTube の企画に突っ込んでみたりとか、まあそもそもそっちのビジネスを持ってるから、
どの辺まで話しましたっけ？だからなんだっけ、そう、まあ、ビジネスでお金を稼ごうみたいな、そう稼いで、そうなんだっけ、まあ、そっちの資金から、まあ、YouTube の企画大きいことをやってみたりとか、まあ、あと逆にそのしんちゃんもオープンとかもしたんですけど、まあそうですね、その自分とかその自分の周りの人がまあ個人の事業を持って、まあ、これから新しい時代の働き方だったり生き方だったり、まあそうですね、現状、まあ、ちょっと一昔前の進学 C の就職 C のひたすらそのまま働きのっていうライフサイクルからも、まあ、だから3ステージって言われてる、あのそのだから学校、就職、引退っていうこの3ステージからマルチステージって言われてるんですよね、なんか、まあ、だから新しい時代の生き方みたいなところの情報発信をしつつ、自分もちゃんと頑張ってますよ、皆さんも頑張りましょう、最近こんな感じですみたいな動画を出していけたらいいのかなと思いますね。まあ、YouTube はずっと続けますけど、YouTube 一本でまあきついと感じましたので、ちょっと他のものと、ね、マルチにね、これとこれとこれとってちゃんとトントンとやっていきたいと思うんです。で、その全てをリンクさせてやっていきたいなと思ってますね。すごい大変ですよね。大変ですね。無茶ですね。実際大変ですよね、本当に。今中学生ぐらいの子供は、うん、いい高校行っていい大学行っていい会社入るのが一番楽です。確かに。ただもう、うん、なんだろう、大学とかで微妙な大学入っちゃって、微妙な大学入っちゃった人は、もう今からなんか個人事業を始めた方がいいと思います。なんかよくわかんない中小企業に入ってもブラックロードするだけなんでね。あ、まあ確かにね、そうですよね。そう、中途半端とか入るぐらいだったらもう自分でフリーでやった方がいいと思います、マジで。って感じですよね。すごいよく考えてますよと思うじゃないですか。本当に思う。本当に思う。思うじゃないですか。実は別に考えてない。嘘。テクニックな感じですかね。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。そうね、そうね。確かにず、まあ YouTube 飛んで食っていくのなかなか。そうですね。本当に才能のある人じゃないときついですね。生まれ、そう、生まれ持ったものをなんかね、天賦の才能を持った人じゃないときついですね。努力だけでカバーしきれない部分もあるから。まあだからその努力っていうのがさ、だから他の授業を自分で作って、なんかその YouTube の方に投資するとか、そっちの授業の方を YouTube に生かすとかっていう、まあそういう努力の仕方もあるのかなとは思いますよね。なるほどですね。確かに。なんか深い話でした。本当ですか、うん、こんな変な頭のやつからそんな深い話が出てくるとはないしと思わなかったですね。いやいや、まあザ・ユーチューバーみたいな感じですよ。そうですね、この辺だけちょっとそうですね。とにかく目立ちましたね。ピンク。そうですね、だから街中でこうニャンドさんとかも今髪派手だし、なんか結構髪派手な色の人とか見ると、うわこいつ髪はめてたなとか思うんですけど、私俺の方が派手だったみたいな。俺の方がやばかったみたいな。いや、東京だけあんま目立たないんですよ、それでも。僕熊本じゃないですか、はい、今日来るときやばかったっす。そうですよね。あと大人の街歩くとすっげー浮きますよね。オフィス街とか歩くと場違い感が半端ないです。そうっすよね。あ、間違えたっていう。いやでもどうだろう、やっぱ目立ったがいいっすか、 YouTuber って。いいんじゃないですか、ね、でも結局、でもなんだろう、やってる動画とかチャンネルのあれによるんじゃないですか。普通にだから普通に黒髪の短髪の清潔感が大事だったりしますからね、その万人受けするし、その普通の格好の方が、っていうのはありますね。多分俺ももっと普通の茶髪ぐらいにして髪短くすればもっと人気出ると思う。じゃあなんでその髪に？自分的にちょっと違えなっていう。ちょっと違えな。だってなんだっけ、本ちゃんの方で一回モテるメイクみたいな感じで、ありましたよ、ウィッグ。髪バッチリ。うん、あれウィッグなんですけどね。そうそうそう。あれかぶって顔のメイクとかで整えると、お兄ちゃんイケメンだねみたいな。もう言ってもらえると、ありがとうございます。ただ、なんていうか、こう自分の次元をね、切って短くしちゃうと、なんか違えな。なんか違えな。なっちゃうんですよね。なんか違えな。僕その動画見たんですよ。めっちゃ勉強になるけん、男子必見、本当にぜひ見てください。そうですね、ちょっとあれ伸びると思ったんですけど、そんな伸びなかったっていう。いや、あるあるじゃないですか、これ絶対伸びるやろと思って作ったやつが案外視聴回数いかない。結構滑ってましたね、楽しい。で、なんか結構どうでもいい動画がちょっと伸びたりとかですね。あれよくわかんないですね。
はい、3219 何やってるんですか。え、求めになってます。そう、気になってたのが、はい、か前から聞こうと思ってたんですよ。はい、大輔さんって結構女装とかするじゃないですか。しますね。それはそっちの毛があるってことですか、それとも、うん、趣味の範囲なのか、うん、どうかっていう。いやだもん、にゃんかちゃん。やだ、やだ。いや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 、いや、別にって感じ、別にって感じですね。まあ、女装とかっていうのは、うん、結局まあ、うん、まあ、やっぱ僕も男の子なんで、やっぱり可愛い女の子とかってこう好きじゃないですか。まあ男はみんな好きじゃないですか。でも可愛い女の子って僕のこと嫌いじゃないですか。カットしますか。いやもう使ってください。でまあまあまあ、まあ、僕は可愛い女の子好きだけど、可愛い女の子は僕が嫌いっていうところで、そのロジックがこう成こうなった、こうロジックが立ち上がった時に、じゃあどうすれば解決できるのかって思った時に、あ、じゃあ俺が可愛い女の子になればいいんじゃないかっていう。なんか違う気がする。だから俺が可愛い女の子になれば、もう自分自己完結するじゃないですか。可愛い女の子いいな、あ、俺が可愛い女の子になればいいんだって。そしたらもう自分が可愛い女の子だから、もう自分で自分を満たせるっていうこの感じですよ。っていうところです。それは、はい、あのプライベートもそんな感じなんですか。動画が入ってないプライベートの生活。いや、プライベートそんなやってない。なんで。プライベートは別にそんなそんなですね。マジですか。なんかイメージ的にプライベートもなんか軽く女装してるイメージ。本当ですか。まあまあできたらいいんですけど、ね、ちょっとお金と時間がもうちょいお金と時間が余ってたら、まあやるかもしれないですけどね。その時間あったら、まあ、ギターの練習でもするかな。ギターの練習とか言ってるわ。ちょっとわかんない、イラストやったりとか、なんかちゃんと別々のことやると思います。なるほど。もう早い話、常に可愛い女の子に囲まれてれば、別に女装はしないかもしれないですね。あ、なるほどですね。そうですね。周りにいないから、うん、もう自分が可愛くなればいいやっていう。あの、多分共感される人もいるかと思う。ないものは作ろうっていう。そう、YouTuber だからさ、もう、ない、じゃあ諦めるじゃなくて、ない、あ、じゃあ作ろうみたいな。あ、じゃあ根っからの YouTuber。 そうない、じゃあ自分がなろうっていう。この発想大事なんでね、覚えといて、みんな覚えといて。なかったら自分がなればいいんですよ。なるほど。はい、彼女がいないんだったら自分が彼女も兼ねた存在になればいいから。そういうことです。結構なんか無理やりまとめられた感じがあるんですけど。まあ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 、いやいや、ありがとうございます。そういうことなんです。なるほど。そうなんですよ。いや、もうずっとちょっと本当に気になっとって、ね、気になってました、うん、ちょっとすいません、ドキドキしちゃって。いやいやいや、ちょっとドキドキしながら来ましたよね。本当ですか。じゃあこの後どうですか、ちょっと二人で。ちょっとはけていきましょう。二人でちょっとね、あっちの方にね、ちょっと綺麗なホテルがあったんで。わかりました、ありがとうございます。はい、すいません。はい、すいません。じゃあ、次で4つ目かな。4つ目、4つ目の質問、はい、いいですか。一回区切ります、大丈夫ですか。区切りましょうか。区切りましょうか。ちょっと CM 挟みます。3219、またやってる。音はいいなってます。じゃあ、4つ目の質問をいきます。ホスケさんですね、すごいチャンネル登録者数も多くて、いや僕の中ではすごいファンも多いと思ってるんです。いや、それは幻想ですよ。一応僕の動画にホスケさん出てるんで、まあ、ホスケさんのファンを代表してちょっと聞きますね。はい、ホスケさんはの好みの女性。ああ、私の好みの女性ですか。綺麗系がいいとか、はい、可愛い系がいいとか、人それぞれあるじゃないですか。はい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 。ホウスケさんはどういった人が好みなんですか。ホウスケさんの好みのタイプの女性は、ホウスケさんかっこいいって言った女性はもう大変。いやホウスケさんかっこいいって言った人がもう合格。一気に合格。それちょろくないですか。一気に合格。嬉しい。好きって。嘘でしょ。割とハードル地面に埋まってますけどね。ハードル地面ですよ。ハードル地面に埋まってるっていう。めっちゃちょろい。ハードルない。嘘。え、好きですって言ってもらえたら、マジで僕も好きです。それは、まあ、その本当に好みがない。いや、マジそうですね。じゃあ、強いての話してみましょうか。強いてか、強いてな、付き合いたいタイプですか。付き合いたいタイプ。付き合いたいタイプですか。付き合いたいタイプで言ったら、なんか、でも線の細い感じの方が好きかもしれないですね。ああ、やっぱ細い子。まあそう、
まあ、スタイルがいいとか、スタイルの話もそうだし、なんか性格的にも、うん、なんか和風女子、ああ和風女子、おしとやかな感じがいいんですかね、うん、そうですね、マジですか、なんとなくフォローしてくれる優しさ、うん、とか結構現実的ですね、うん、そうですね、黒髪のロングが綺麗みたいな感じですかね、なんかちょっと返答に困っちゃったの、いや、すいません、すいません、すいません、なんか結構なんか普通の返しが来ましたね、普通ですよ、普通ですよ、ただまあじゃあプラスまで何か言えっていうんだったら、まあだから結局その付き合い方によるかなっていうのが俺の割と考え方で、その友達としてとか彼女としてとかその奥さんとしてとかっていうところで、その関係性によってやっぱ求めるものって違ってて、だからもう結婚するんだったらもうガチガチのゴキブリみたいな女の人、ゴキブリみたいな女の人の方がいいかなっていう感じしますね、ごめんなさいちょっと今クエスチョン、はい、どうドリームですか、ゴキブリみたいな、だから殺しても死なない感じ殺しても死なない感じの人の方がいいかなっていう感じですね、どんな女性、どんな女性、そうですね、なんか、まあ、例えばなんか突然俺が旅に出たとしましょう、旅に出て、そうなんか、なんだろう、すごい線の細い感じのなんかこう内気な感じの女性だと、こう一人で家を守り、その子供の面倒見てってやってると、なんかこうすごいこう塞ぎ込んじゃうじゃないですか、あみたいな、どんどんやついてっちゃうじゃないですか、でもそのゴキブリウーマンだったら、もう普通にもう一人でガンガン家回して、ガンガン子供世話して、ただいまって帰ってきたらもうフライパンで俺がフルボッコにされるみたいな、ふざけるなよみたいなところで俺がもうボコボコにされるみたいな、すいませんでしたみたいな、ちょっとこれからちゃんとしますみたいな、ってことは尻に敷かれたい、うん、てかだから家庭っていうあれをもうやるのであれば、もうなんだろう、もう俺がいなくなっても、ま、完全に成立するような人みたいな、あ、まあ強い女性、強い女性ですね、あ、なるほどね、だからもう育児のことだったり、その 外的要因、なんかその人間関係のトラブルとかがあっても、もう普通に、私はねえみたいな、私はねえみたいな、私のやることやるだけだよみたいな、本当になんかあの昔の気質の女性って感じですね、なんかドーラみたいな、あの、そう、ラピュタのドーラみたいな、ああいうの、ドーラみたいな、ドーラみたいな、ああいう強い感じの人の方が、なるほど、そうですね。いや、なんか意外だったな、そうですかね、まあだからそう、なんか付き合ってなんかこう恋愛感じしたいんだったら、なんか女の子っぽい可愛い感じの、ちょっとなんか、ああみたいな、適度な距離感で、ああみたいな、ポワポワってしたいけど、その結婚してずっとその人と一緒になんかずっともうそのまま人生やっていくっていうんだったら、もうそうですね、もう死んでも死なない人の方が安心じゃないですか、聞きました、ホースケファンの皆さん、あのこう、うん、そういう方がタイプらしいです、まあ、マジすいません、切れちゃいました切れちゃいました、じゃあもちろん続けます、まあ、さあ最後締めますか、うん、まあ、まあ、そうですね、まあ、だから、うん、そうですね、ホースケ君との一生の関係を望むのであれば、うん、生命力を鍛えて、そうですね、生命力を鍛えて来ていただけると大丈夫かなと思いますね、今彼女欲しいとかな、てかぶっちゃけ今彼女いるんですか、いないっす、本当にいない、本当にいないですよ、全然いないですよ、今欲しいとかは、いやだって、うん、ね、全部の自分の時間と持ってる金は全部その、うん、最近 YouTube じゃなかったりするけど、でも自分の活動、うん、自分の人生を伸ばすためにも全部全投資、ズボンってオールインしてるから、うん、彼女さんがいてもそっちにもお金も時間も割けないし、うん、でもまあまあ、ごめんって感じじゃないですか、ごめんって感じじゃないですか、まあまあまあ確かにわかるかも、そうそう、だからまあ彼女さんがいたところでそのちゃんとこうケアできないし、しかも個人的にっていうかめっちゃメンタル弱いんで、普通に忙しくても彼女さんいたらもう会いたいよーって会いたいよひたすら、そうだから携帯気になっちゃうし、あ、返事来てるかなみたいな、あ、そのスタンプ連打とかして、ね、自分かまちょしちゃうし俺ってなんで、まあ自分のことに集中するためにも彼女さんは今はちょっとダメですね、ダメです、ダメです、ダメって言いながらったら欲しいんです、ダメです、できたらできたでもデレデレ、いや今それやっちゃうとね、ちょっとこう軌道に乗れない、あの
飛行機がこうやってこう滑走路バーンってこう滑走路バーンって行きながらそのままオーバーランでその街に突っ込んでいくみたいな。もう飛ばないみたいな。飛ばずにその滑走路の空港突っ込んで市街地にそのまま走っていくみたいな。なるほど。大惨事になっちゃうんで、とりあえず飛ぶまではちょっとダメかなっていう感じですね。じゃあ飛んでしまえば、飛んでしまえば全然全然もう全然大丈夫です。じゃあ皆さん、あの飛んだ頃が狙い目でございます。飛んだ頃、そうですね。ちょっと僕が調子乗ってこいつ調子乗ってきたのって思ったらちょっと来ていただけると、僕としてもね、そうっすね、もうそれって足元救われてる感ありますけどなるほど、見せってる感ありますけど、ね、いや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 、ね、いやいやいや、なんかいろいろ答えていただいて、いやでもそれに、うん、だってあれですよ、すげえぶっちゃけちゃった話、すごい、うん、まあなんて言うんだろう、すごい、なんだろう、冷たい話をしたところ、うん、その20代前半とか中盤ぐらいで、うん、なんかそのギャルっぽい女の子をひたすら追っかけ回す人がいるじゃないですか、うん、で、そのなんかよくわかんないけど、まあ大人になって落ち着いてみたいな、うん、ただ、この20代前半とか中盤ぐらいで、まあ、しっかり自分の人生を伸ばしましょうと、頑張りましょうってやって、30、40ですごいお金持ちになった時にも、うん、札束をこうやって、パッてやったらもう女子がバッてくるじゃないですか。まあ確かにね。それでいいんじゃないかっていう。それでいいんじゃないかっていう。なるほど。もうだって、女子追っかけの疲れるじゃないですか。まあ疲れますね、確かに。疲れ、うん、若い頃に疲れる上に、もう年食った相手にしてもらえないっていうのと、うんうん、まあ年食うまでは、その結構我慢の時期だけど、年食ったら自分のやりたいこともいっぱいできて、うん、なおかつ、こうやってばらまくといっぱいこう、ちやほやしてもらえるっていう。うん、そこですよ。そこかな。そこですよ。どうしよう、どうしよう、今のそこですよ。これこれ下がいい、別にどっちでも大丈夫です。どっちも大丈夫です。どっちも大丈夫です。いやー、まあまあでも、まあ確かにわかるかも。そうなんですよ、うん、そうなんですよ。これなんか男は多分結構共感する人多いんじゃなかろうかなーって思います。ただ、ね、ちょっと今女子を切り回しそうな発言になった。いやー、まあでもだってそこで、うん、こうやって金巻き散らしで来る女子と来ない女子があるじゃないですか。まあ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 確かにね。そうそうそう、だから別に、うん、別にって感じですね。もう全ての女性が金で解決できるとは全く思ってないですし、そのこれ巻いて来るような人とは真剣のお付き合いはできないじゃないですか。あ、うんうんうん、っていうところはありますね。なるほどね。だからこの頑張っていく過程で出会った人とかとは何だろう、一生もののお付き合いになるけど、うんうんうん、まあまあまあ、そのそうですね、金で引いた人とは別に何もないですね。確かに。そうですね、一晩しかないですね。一晩しかない。あ、一晩もあるんですね。一晩はあるけど、その先はないです。なるほど。ですね。そうね。なんか僕も動画作る側やけん、なんか時間割けないっていうのがすごい分かるんですよね。ですよ。できればこう理解してくれる人、うん、で、ね、支えてくれる人がいいですよね。そうですね、うん、まあ、そういう優しい女性をあのコウスケさん募集されてますので。そうですね。そうですね。あれ、離陸してから離陸してからですね。離陸するまでは少々お待ちよ。市街地に突っ込んじゃう。大事かなんで。わかりました。はい、いやいや、いろいろ本当答えていただいてありがとうございました。もうせっかくホウスケさんに会うならこういう動画撮りたいってちょっと思ってたので本当助かりました。本当ありがとうございます。ありがとうございます。今度はまた変わってる。なんすかこれ。やっちまうぞ。やっちまうぞ。いやいやいや、いや本当に今日はありがとうございました。いや本当にありがとうございますよ。もう本当あの概要欄にですね、ホウスケさん の, あのチャンネルリンク載せておきますので、本当にあの皆さん遊びに行かれてください。うん、あ、次にあのニャンタチャンネルもお願いします。ニャンタさん本当仲良くさせていただいて、うん、もうなんだかんだどんくらいですかね、1年経ちましたね。多分経ちましたよね。経ちましたよ。てかあの最初仲悪かったの覚えてます？あ、ありましたね、そんなそんなこともありましたね。ありましたありました。そんなこともありましたね。いつの間にかなんか普通に打ち解けてますよね。まあ、ありがたいことですもん、本当に。ありがとうございます。ねえ、なんか YouTube やってておくよかったって思うのが、もう YouTube やってなかったら絶対出会わなかったし。まあそうですね、それはあると思います。なんか人と人とのこう付き合いっていうのが、うん、まあ出会いがすごい大切。うん、そうですね。ね、まあ、何事においてもそうですけどね。なんか YouTube やると余計なんかその思ってるんですよね。やっぱ周りの人を大事にしようみたいな。なんか YouTube 始めてちょっと優しくなりました。それは良かったです。何よりです。はい、ということでね、ということでね、ということで変な締め方になっちゃうけど、ということはということは
もう閉めます、閉めます。はい、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 で、つまりそれはいや、もう、もういい、すまんということで、今回のゲストは、鳥人間宝助さんでした。どうも、鳥人間宝助でございます。本日はもう、ありがとうございました。もういやいや、こちらこそ、ありがとうございました。またあのいつかこっちに来た時はまたコラボしてください。はい、もちろんです。もう九州もね狙ってきます。もう涼しいうちに行きます。九州もう来てくれたらもうめちゃくちゃ案内するんで、ぜひ九州にもお願いします。ということでね、今回の動画はここまでにしたいと思います。はい、ゲスト出演本当にありがとうございました。ありがとうございます。それでは皆さん、バイバーイ、バイバーイ、また見てね。